こんにちは。今日は2018年10月29日ということで、何の日かご存知ですか？まあ、農業をやっていない方はもしかしたらピンとこないかもしれませんけど、今日は一粒万倍日ということで、一粒の種が1万倍になるっていう、まあ、今日種を植えたら縁起がいいよっていう日、まあ、暦上にそういう日があるんですよ。ということで、今日はちょっと種の話をしたいと思うんですけれども、見てください。今日はね、一粒万倍日ということで種の用意をしたんですよ。まあ、ニンニクを植えるにはちょっと、まあ、正直遅いと言われてるんですけど、まあ、それでもね、人間の思いと自然界の思いとか、自然界のもう自然の持ってる力っていうのはもしかしたら乖離してるんじゃないかなと自分は思ってるんですよね。なんで、まあ、人間的には11月は遅いと言われていても、10月の後半っていうのは遅いと思われていても、まあ、意外とこのニンニクさんは頑張ってくれるんじゃないかなと思っていたりします。それで、まあ、ここにね、ちょうど、まあ、一玉のニンニクがあるんですよ。それで、まあ、ニンニク、こう中を割るとこんな感じで、一粒一粒実に大きさが違って不思議だなと思うんですよね。植物って基本的に同じ遺伝子 DNA のセットを持ってるわけですけど、なぜこんなに発現が変わるんだろうって思うんですよ。で、人間の考えでは、これをこうやって種を、まあ、どれを種にしようかなって言って、こう割りますよね。割って一粒一粒こうやって割って、なんか、まあ、基本的にはですね、大きい、原則的には、まあ、大きい種の方が、こういう種、大きい種の方が、例えばこういこの辺のこんなちっちゃい、まあ、大きさ的にはこのくらい、同じ DNA なのにこんなに大きさが差が出てしまいます。この基本的には大きい種を植えてやると、まあ、いいニンニクが育つよって言われてるんですけど、ほんまかなって自分は実は思ってるんですよね。人間的にはなんか大きい方がいいものだみたいな、なんか頭があるかもしれないけど、このちっちゃいものからももしかしたら立派なニンニクができるのか、まあ、立派なっていう定義が何かっていうことにもよるのかもしれませんけど、じゃあ大きいだけがいいことかっていうと、いや、実はなんかちっちゃい方が、何か違う遺伝子が発現してたりとか、栄養価が、まあ、栄養価は大体同じでしょうけど、なんか用途が違う用途に向いているとか、まあ、なんかその大きさだけでは決められない何かがひょっとあるかもしれない。例えば虫に強いとか、まあ、なんかあるかもしれないんですよね。わかりませんけど。なので、自然界の持っている、種の持っているパワーを、まあ、人間の思いで制限しちゃったらいけないなっていう意識で、まあ、自分の場合は、まあ、いろいろ大きい種もちっちゃい種も、まあ、植えてみたりしているわけですよ。まあ、言ってしまえば全ては小テスト。やっぱテストしてみないとわからない。で、テストしてみても、まあ、わからないこともたくさんあるかなって思います。まあ、奥が深いんですよ。奥が深いけど、面白い。ということでですね、ちょっと紹介したい本があってですね、岡山の人が書いた本なんですけど、奇跡のバナナっていう本で、あれ、奇跡のとつくから、木村式かなとか、そう思われがちなんですけど、これ全然全く違うお話で、岡山でバナナを育ててしまった人の話なんですよ。で、これの何がすごいかっていうのは、まあ、ちょっと今日はこの話がしたいわけじゃないんで、あまり深く話さないので、気になる方は読んでほしいんですけど、バナナって南国のフルーツですよね。南国のフルーツを、まあ、寒い岡山で育てるっていうことで、バナナをこの地に、岡山の地に耐性をつけるために、摂氏、まあ、つまりマイナス60度まで、なんか苗だか種だかを、まあ、温度を下げてですね、で、そこで生き残ったものを岡山の地に植えると、岡山の気候に合ったバナナが育つ。です。この人の実験で、まあ、一番最初のパパイヤで行われたらしいんですけど、そのパパイヤって種がたくさんありますよね。あの種を、まあ、トレハロースの液体につけるらしいんですよ。まあ、ここはポイントでもあるらしいんですけど、その液につけたやつをマイナス60度まで1日0.5度ずつ温度を少しずつ下げていく。まあ、60度
まあ、だから常温ぐらいから60度ぐらいだから、まあ、簡単に言っても半年ぐらい、半年ぐらいかかるのかな、半年ぐらいかけてじわーっと1日マイナス0.5度ずつ温度を下げていくと、1000粒の中に、まあ、仮に1000粒あったとして、1000粒のうちの大体2%ぐらいが寒さに耐性の植物、遺伝子情報、遺伝子のスイッチがオンになった種が生まれるらしいんですよ。これすごくないですか？へえ、南国フルーツのパパイヤの木が、種がマイナス60度まで耐える。驚きですよね。で、面白いのが、その植物の種っていうのは、すべてが同じ DNA のセットを持っているっていうことですよ。それなのに、あるものは腐ってしまい、あるものは生き抜く。この遺伝子が持ってる、種が持っている、この奇跡の力、戦略、だから1000粒のうちのあるもののスイッチは寒さ耐性、あるものは虫耐性、あるものは暑さ耐性、あるものは栄養不足耐性とか、それぞれに個性がある。同じ遺伝子のセットなのにもかかわらず、一つ一つが違うっていう、これがすごく面白いなって思うんですよね。まあ、自分も理科教育学はバックグラウンドにあって、分子生物学とか、まあ、DNA の操作とかやっていたりしたんで、すごく興味がある分野なんですけど、当時、まあ、DNA なんかはもう目に見えない分子生物学の世界だから、自分はもう諦めようと思ったんですよ。これをやっても自己満足で終わるだろうと。でもこの人みたいに、その DNA とかのレベルの話をこういう分かりやすい形で、なんか植物とか種の持っているパワーっていうのを見せてくれたっていうのは、すっげえマジックだなっていうか、すごいショーだな、エンターテインメントだなと思って、まあ、感動したっていう、まあ、そんな本なんですけど、まあ種の話に戻りますと、まあ、今日は一粒万倍日っていうことで、一粒万倍日です。なのでこのニンニクをね、まあ自分は紹介したいわけですよ。まあ、別に何でもいいわけですよ。何でもいいけど、まあ、みんなが、なんか日本人全員が農業というものに興味を持って、この種の力っていうものに興味を持って、自分でその種を実らせてほしいなって思うんですよ。そうすると、何て言うか、このたった一粒の種に備わったパワーだったり、自然のなんか摂理だったり、自然の神秘だったりっていうものに気がつくというか、目がいくというか、面白いと思うんですね。で、ニンニクはまあ一粒が、まあ言ってもせいぜい10粒ぐらいにしかなりませんけど、でもですよ、その10粒がまたその次の年、10が10で100でしょ。その100がまた10をかけて1000でしょ。その次に1000かける10で、その次の年には1万個の、これが1万個に増えていくパワーを持ってるんですよ。で、なんか人間ってとかく、なんか頑張って頑張って、なんか努力して頑張れば結果が出るとか思って、一生懸命こう、なんか気持ちが焦ったりするんですけど、植物ってそうじゃないんですよ。自然のリズムのサイクルの中で、自然のタイムラインの中で、一粒が確実に1万粒に増やす、そういうリズムと知恵と、なんか遺伝子を持ってるっていうか、ちょっとうまく伝えられるかはわからないんですけど、すごいことだと思うんですよ。頑張るぞじゃないんですよ。もうリラックスしてるんですよ。ギリシャ語だったか何語だったかちょっと忘れたんですけど、ミノールっていう言葉の語源がアウトマテ、まあ英語で言うとオートメイト、オートメーション、自動化っていう、オートメーション、自然に待っていると必ず実りが訪れるっていう、そういうところから語源があるらしいんですよ。力まなくてもいいんですよ。で、そういう自然のリズムとかメカニズムだったりとか法則だったりとかを、この種一つを植えてみて、その芽が出て、また実になって、そしてまたその次につないでいくっていう、この自然の流れを理解することができたら、私たちの苦労とか、なんか焦りとかっていうものはなくなるんじゃないかなって自分は思ってるんですよね。まあ、
今はいろいろなことがファーストフード文化で、この病気さえなくなったら人間はもっと幸せになれるのにとも言われていたりします。でどういうことかっていうと、何かオーダーしたらすぐに物が出てくる、すぐにそれを食べて満足する、そういうファーストフード文化に侵されてしまって、私たちは待つとかその自然のリズムに委ねるとかそういうことを忘れてしまっているって、まあ、言われています。なのでこの一粒の、まあ、ニンニクからそういうもともと人間が持っているリズムだったり、この自然の摂理法則っていうものさえも思考がね、メンタルのリズムを取り戻すことができるんじゃないかなって自分は思っているわけです。まあちょっとその話は小難しいよっていう話があるんで、まあ、もっとざっくり簡単に言うと、まあ、たった一粒のニンニクを育ててみたら、いいんじゃないかな、失敗もないっていうか、まあ、ニンニクは結構ほっといても勝手に育ってくれますし、その種を植えてから実るまでのほとんど手間がかかりませんし、そうですね、まあ失敗したとしてもやり直せばいい話で、この最初の種も自分自身も知り合いのニンニク農家さんからもらったところから始まったんですよ。つまりただですよ、ただで始めて、それがやがて1万粒になるってすっごいことじゃないですか。これがなんか自然の力だなと思って、でその力を知ってほしくないからいろいろとなんか種子法案とかがまあ通ったりとかして、なんか自分で勝手に作っちゃいけませんよとか、まあいろいろななんかややこしい話にもなったりするわけで、まあそういうふうな勢力にも抵抗したいわけですよ。まあそれはちょっと自分の趣味の話なんでいいんですけど、まあこうやってね、まあ、ちっちゃい農業ですけど、この自宅の庭とかベランダとか、もうその辺はっきり言って、その辺の道端なんかどっか空き地とか見つけたら、この種をちょっと植えといてみて、その10ヶ月後にニンニクが実ってたら、なんかちょっと嬉しいじゃないですか。あれ俺が植えたニンニクちゃんと実ってるみたいな、あ本当に種って実るんだなっていう、なんかそういうワクワクを日常にお届けできるんじゃないかなと思ってるんですよ。で、まあ、本当にちっぽけなもう農業と言えるかどうかも分からない、農業というのはちょっと仰々しい、まあでもあえて分かりやすく言うと、まあ、そういうマイクロ農業ですよね。もう本当にミニサイズの農業をすることで、あなたは自力でこれから、まあ、人生を設計したりサバイバルしていく、まあ、食ですよね。ここから始まって、やがてはなんかいろんな農作物を育てることもできるかもしれないし、まあ、農業に関するいろんなスキルも身につけられると思いますし、農業をデザインする、そして人生をデザインする力も身につけると思うんですよ。で何よりもファースト文化でも侵されてしまった我々のメンタル病から解放されて、この自然のリズムにのっとってオートメーションでもう自動的に実りをもたらす人生っていうのを設計できるようになると自分は信じてるんです。なのでこの一粒から始まる一粒万倍実の今日、このメッセージをどうしてもお伝えしたいなと思って、まあ、ちょっと仰々しかったかもしれませんけども、まあ、一緒にニンニクから始めませんかっていう、まあ、簡単なんでね、まあ、自分がニンニク育ててるっていうのもありますけど、そういう意味も込めてニンニクをあなたにも知ってほしいな、まあ、一粒の種のパワー、ニンニクに限らず種のパワーっていうのを知ってほしいなと思ってお話しさせていただきました。興味を持った方はニンニク差し上げますんで、でそれを失敗したらまたもう一回差し上げますよ。新しいあなたの人生を設計してみませんか。なんで笑いながら言うんだって、まあ、ちょっとその辺がおかしいなと思ったかもしれませんけど、面白いなと思った方はぜひコンタクトしてみてください。ありがとうございました。